皆さんこんにちは、ウイスキー専門店の岡村店長と萌です。よろしくお願いします。今日はですね、各地域の代表銘柄を飲み比べていくっていうシリーズの3段目ですね。はい、今回はアイラッツです。おー、アイラではなくてね、はい、アイラッツっていうねちょっと近づいてきました。そうですね、まあ、アイラ以外の島の名称ですね、になりますね。それの、まあ、代表的なやつをさ、今回も3本飲んでいきましょうというわけで、はい、出していきます。はい、あ、じゃあと、見たことあるやつありますか？いやー、これは1個もないです。1個もない。はい、あ、まあ、ね、ラベルすごいなんかね、おしゃれ、おしゃれかな。まあ、イグスにしていきますと、まずこちらアランですね。で、アラン島っていう島です。うーん、島の名前ですね。で、まあ、これ蒸留所の名前もね、もともとアイルオブアラン、まあ、アイルオブアランってね、まあ、アラン島って名前になるんですけど、まあ、元々アイルオブアラン蒸留所って名前だったんですけど、去年か一昨年かな、一昨年くらいかに改名しましてね、ロックランザ蒸留所って名前に変わりました。おで、第二蒸留所ができて、第二蒸留所のがラックっていう名前の蒸留所なんですけど、まあ、ちょっと複雑ですけどね。そのラック蒸留所ができたからアランからね改名してロックランザ蒸留所っていう名前になりました。複雑なんですけどね、ロックランザ、アラン島にあるロックランザ蒸留所のアランっていう意識になりますね。難しいですね。難しいです。まあ、まあ、アランって覚えてていいと思います。はい。っていう感じですかね。これはでも結構飲みやすい、一番飲みやすいタイプかなと思います。うん、全然ピート感もないですしね。すごい飲みやすいかなとは思います。で、次ですね。こちらハイランドパークですね。こちらはオークニー諸島っていう、まあ、本土のすごい北の部分にある調理所なんですけれども、こっちはですね、まあ、結構フローラルなピート感を楽しめる。ヘザーハニーってご存知ですかね。ヘザーハニーっていう蜂蜜知ってます？知らないです。蜂蜜の王様って言われてる。そういうのにね、違い、ちょっと本当にね、こうちょっとフローラルなピート感を楽しめるっていうようなものになってます。で、こちらタリスカーですね。これは、まあ、前回のね、あったようにクラシックマトシデザインっぽいになってますね。リアシオ一番この中ではピート感も強くてですね、結構まあよく言われるのは黒胡椒のようなスパイシー感が言われますね。まあ黒胡椒要素をね探すのは難しいとは思うんですけれども、それでも結構スパイシーで結構ピートが割としっかりしているようなタイプのウイスキーなので、まあ、結構ね好きかなと思います。これのハイボールがめっちゃうまいんですけどね。楽しみ。まあストレートなんですけど今回すいませんね。こうして鍛えられているんです。ストレートハラスメントかもしれない。じゃあまあ飲み休めないですからね。で、まあこれアランは10年なんですけど、まあ個人的にすごくおすすめは本当に20年オーバーのシリダルのアランなんですけど、まあ最初なんでね、一番スタンダードなやつ。はい。なんでまあとりあえず知っとこうって感じ。アランとかあれですよ、できたばっかりなんですよ、蒸留所も終わりで。あ、そうなんですね。1995年に創業なんですよ。おー。で、今2021年だから26年目になりますね。結構新しいですよね。新しいんだ。そうです。逆にハイランドパーク1798年とかなんで、あ、めっちゃ古いですよ。タリスカは1830年です。まあ、大体1700年代後半から1800年代に創業した蒸留所がほとんどですね。まあ、まずアランからじゃ飲んでいきましょうか。はい、いただきます。うん、甘い香りがする。結構スッと入ってくる、割と飲みやすいタイプかなとは思います。うん、うん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 、ほんとだ。いやでも結構ピリピリする。まあそうですよね。結構ね、やっぱり10年だとどうしてもアランはやっぱりその、でアラン自体もシリダルの方が相性いいんですよね。でこれはまず結構バーボンダルがメインだったりしますし、やっぱり
アランは20年超えたやっぱシリデルっていうののうまさはね、こう別格なんで、まあ、それはまた今度お湯をね、飲んでみるような感じかなと思うんですけど、まあ、アラン自体の性質でいうとこんな感じだよっていう。癖はでも本当ないですね。そうですよね、全然飲みやすいウイスキーかなと思います。表現がでもしづらいんですよね。ハイボールとかにしてもね、アランはすごくうまいんですよ。なかなか、まあ確かに表現しづらいじゃしづらいですよね。あんまりそのすごく個性的な味わいっていうのがあんまりないので、まあ、ちょっと難しいかもしれないですね。難しい。まあでもこっちは分かりやすいかなと思います。ハイランドパーク、もうすごい中二病感が増えません？なんか似合ってますよ、やっぱり。でもね、昔はこんな派手な柄じゃなかったんですけどね、最近なんかすごい派手な柄に変わって、もっとね、クラシカルなボトルだったんですけど、あのジャケットだったんですけど、最近すごいのがウニウニした感じ、ちょっとメタルっぽい感じ。かっこいいですね。覚えやすい。まあ、ちょっと蜂蜜感っていうのが出てくる感じ。フローラルの蜂蜜って感じかな。うん、本当だ。わかります？美味しい。あ、美味しいです。よかったよかった。このハイランドパーク自体もそのピートボグって言って、そのピートを切り出す場所があるんですね。僕自分で持ってるんですよ。これ持ってるところって少なくて、まあ、ラフラグとか持ったりするんですけど、あの、まあ、ピートも結構いろいろ種類があって、でその中でも一番若いピートを使うんですね、ハイランドパーク。ポギーっていうんですけど。ポギー難しいですよね。若いピートはポギーって言うんですけど、そのポギーっていうピートを使うことによってこういうフローラルなフェザーハニー感っていうのを出してくれる。へー、すごい飲みやすかったです。あ、ピリピリ感もこれと2年しか違わないのに全然薄くない。そうですね、うまいですよね、飲みやすいですし、あれも僕も大好きな蒸留所なんで、うん、見た目とちょっと裏腹に。そうですよね、感じですね。バイキングオナーっていうタイトル。いや、なんかすごい強そうなね。かっこいいでしょ。かっこいい。かっこいいし美味しい、はい。意外と味わいは女性的ですよね。ちょっと蜂蜜っぽい感じ、うんうん。ハニー的な感じのね。うん、うまいかなと思います。では、最後に行きましょう。次、タリスカはですね。はい。スカイ島。スカイ島。っていう島のウイスキーになってますね。こちらはもうかなりピートは強くなってきます。酒質もちょっと重めですね。ちょっとドシッとはしてます。うん、うん、だ、すごいピートが効いてるですよ、ね、結構スパイシーなタイプで、もうこっちは逆にちょっと男性的な感じの、ちょっと武骨な要素もあったりするかなと思うんですけど、こっちからこっちを飲んだから余計にすごい感じます ね。 ですね、こういう甘さっていうのはあまりないですよね。ないですね、すごい。でもこれはこれで美味しいかな。でもなんかピート苦手な人はちょっと、まあそうですね、苦手かもって感じです、ね。まあ間ほどのピート感ではもちろんないんですけど、うんうん、それでもちょっとドシッとはしてるんで、うん、これだけでも二口飲んじゃったのでやっぱ好きなのかもしれない。やっぱりこれが好きですか。なんか反応的にね、ハイランドパークの方がね、いや好きそうな。これはなんか面白いなっていう。うまいですよね、ハイランドパーク、うん、ハイランドパークは結構そのハイランドパーク自身が持っている酒質っていうのも割としっかり芯があるというか、例えばこうボトランスとかでいろんなものが出るんですけど、例えばタリスカーとかでもなんかこうタリスカーっぽくないなみたいなやつも結構あったりするんですけど、ハイランドパークとかだと結構、まあ、ハイランドパークだなっていうのがほとんどなので、結構酒質もしっかりしてるタイプもありますよね。これは結構どこでも置いてるものなんですか？置いてるんじゃないですかね。どうなんだろう、まあ、バーによるんでしょうけど、まあ、ウイスキーバーだったら 100% 置いてると思います。あ、まあ、めちゃくちゃ有名なんで、ハイランドパークもその、うん、ウイスキーの中でも結構有名な方ですし、まあ、アイランズっていう中でもやっぱり結構トップクラス、あとこのタリスカーとハイランドパークも最強に有名なんで、うん、逆にアランは結構最近出てきた中でも特に評判のいい蒸留所でもあるので、やっぱり飲んどいて損はないかなってお話ししたんですけど、まあこの2つはもう本当にもう絶対に知っておいて損はない
蒸留所なので、ハイランドパーク、ハイパハイパっていうんですね。ハイパ。よくハイパハイパっていうんですけど、年数で上がってってもすごくうまいですし、いいですよ。ランキング上位に入りました。あ、入りました。ハイランドパーク、よかった。これは嬉しいね。朝食のタイプとかもね、意外と安く買えたりするんで、全然まあどっか飲んでた時とかでもね、ハイランドパーク席に持ってきていただけたら嬉しいかなと、ね、思います。逆にタリスカはどうですか？一番好きかなと思ったんですけど、そのキャラクター的には。ピント強めのやつが好きなんで、まあ好きな部分であるんですけど、もっと強いのが、あピントあるんだったら。まだ甘えんなと。まだまだだと。まだ少ねえと。逆にこっちのピート感はそんなに思わなかったみたいな。ハイランドパーク自体のピート感とそんなにそういうことは思わないみたいな。これはそうですね、あんまり。でも甘さが主張するからって感じですね。そうですね、あんまりピート感じなかったかも。おお。まああるにはあるんですけどね、まあ、確かに甘さがすごく強く出るんで、うん、それがピートの甘さだったりとかもあったりするんですけどね。あ、そうなんですね、うん、タリスカだとちょっと半端だなみたいな。足りねえなっていう。ちょっと足りなかったね。ああ、なるほどなるほど。意外でしたよね。僕はこれが一番気に入ると思ったんですよ。ハイランドパーク。そうなんです。僕はハイランドだったらハイランドパーク一番好きなんですよ。おお。一番やっぱり安定してうまいですね。うん、タリスカも安定してうまいってうまいんですけど、うん、なんかまあ感動は僕の中ででかいのはハイランドパークかな。熟成年数が長いタイプでもタリスカーの朝食のものは僕は、まあ、個人的な意見なんですけどあんまり感動はなかったんですよね。すごいの30年とか超えても、そんなに変わらないんですか？なんか全然違うって違うんですけどなんか感動がなかった。感動があんまりなくてハイランドパークだとめちゃくちゃうまいんですけどね。そんなまあなんだろう、確かにちょっとこのタリスカーのあれかもしれないですね、その中途半端な感じは否めない。わかるかもしれない。受精です、長ければ長いほどでもその感じは出てくるかもしれないですね。逆に。というのはあるかもしれない。まあでも美味しいんですけど、僕もすごく好きなドリルジョーはあるんですけど、ですが。まあでも、趣味がありまして、僕もハイランドパークの方が好きなんで。あと、ボトラリリースもすごく多いんですよ、ハイランドパークって。ボトラーズも多い。そうです。ボトラーズの製品とかもめちゃくちゃあるんで、ハイランドパークって。なので、楽しみが多いですね、ハイランドパークは。うん。特にタリスカ、すごい少ないんで、うん、ボトラーズのリリースっていうのも。あ、そうなんだ。なんで、結構、幅広いヴィンテージだったり飲むのは難しいかもしれないですね。まあ、アーンとかもボトラリリース多いですけどね。その奥、なんだろう、深く楽しめるのは、やっぱり。まあそうですね、結構楽しみやすいと思います。ボトラーもそんなに高くないですし、うん、それでいて、いろんなヴィンテージに楽しめたり。ありかなと思います。こんな感じでどうでしたか？いやなんかまたね好きなウイスキーが増えました。あーよかったよかった。ハイパーを好きになってくれたのは個人的には嬉しいですね。結構ね美味しかったですね。あーよかったよかった。バイランズってねたくさんあるわけじゃないですか。そうですね、まあ、そのうちのたった3つからまだまだね。まあまあまあこっからですけどね。うん、もっといっぱい。まあ、逆にスペインサイドとかハイランドとかだともっと種類多いんで、あ、そっちの方が、そっちの方が大変かもしれないですね。ああ、そうなんだ。そう、覚えていこうってなると。ただね、まあ、まだ、まあ、まだまだありますけどね。逆にスキャパの飲み比べとしてもいいかもしれないですね。同じ地域の、同じ島の蒸留所でやっても面白いかもしれないですね。それも、なるほど。なので、皆さんも、まだね、この3本、まだ飲んだことないよって方はね、まあ、これもアイランズで結構すごい勢力の強いねタイプのウイスキーなのでめちゃめちゃね有名勢なのでまだ飲んだことないよって方はぜひね飲んでみてください。というわけで本日の動画は以上になります。この動画ですね面白かったりとか参考になったりとか方がいましたらぜひぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you.